本日は改正のもと自衛隊協力会滝川体育連合会会長滝川市長前田国吉様、北海道議会議員大川明彦様、北海道議会議員荒藤翔吾様、各市町村長、歴代駐屯地司令をはじめ多数のご来賓、地域の皆様、そして隊員ご家族をお招きし、滝川駐屯地創立64周年記念行事を開催できますことは、本職はもとより駐屯地所在隊員にとりまして誠に光栄であり、喜びとするところです。また滝川駐屯地の中核である第10連隊が昭和26年九州にて編成され、昭和30年北海道の戦略的な要衝である滝川に移住してから、昭和平成を経て令和元年、日本の歴史上節目となる年に即応機動連隊として生まれ変わったことも感慨深いものがあります。これもひとえに歴代駐屯地司令をはじめ、輝かしい歴史と伝統を連綿と受け継いできた諸先輩方の努力の賜物であり、また平素から滝川駐屯地に対する地域の皆様方の深いご理解と温かいご支援ご協力の賜物でありまして、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。第10即応機動連隊は道内初の機動旅団へ改編された第11旅団の機関部隊であり、島嶼部に対する攻撃をはじめとする各種事態の初動において即応展開し、実効的に抑止対処することが期待されています。そのため平素から高い専門性を有する各地の職種部隊がパッケージ化され、ストローク式機動戦闘車をはじめとする高い機動力を与えられた戦略機動部隊であり、滝川体育はもとより全国運用が基本の道内唯一の部隊です。皆様もご承知の通り、我が国を取り巻く安全保障環境はここ最近以前にも増して不透明であり、力を背景とした現状変更の試みを着々と進める国々が存在しています。また国内においてもここ最近想像がつかないような災害が常態化し激甚化しています。このような国内外の情勢を見ても、滝川駐屯地即応機動連隊やその支援部隊に対する期待はますます大きくなっていると思っています。さて隊員所管人員を充足し、新装備が導入されて部隊の改編は一段落をしたが、我々に託されたこの部隊はまだ骨組みが出来上がったに過ぎない。この骨格にしっかりとした肉付けをし、血を通わせてこそ国家国民の負託に応えられる。隊員所管に問う、今与えられた装備品の能力を最大限発揮できるか。明日何か起こった時に今ここにいる上司先輩同僚と一緒に戦えるか。家族はその時頑張ってきてと送り出してくれるか。我々が必要とされる事態は我々の思い通りには正規しないし、一時も待ってはくれない。即応機動を関するからには、今この平素の状態から一人一人により一層の覚悟が求められる。着任時から一貫して要望しているが、10連隊の10という数字は一丸と読め、眼神すると一丸となる。滝川という風土に育まれた伝統ある気風を継承しつつ、道内唯一旅団の先駆けという責任と誇りを意気に感じ、駐屯地一丸となって新時代にふさわしい伝統を築き上げていこう。結びになりますが、ご提要中にもかかわらずご来場いただきました皆様に改めて御礼申し上げますとともに、滝川体育皆様の信頼に足る駐屯地を目指し精進することをお誓い申し上げます。今後とも滝川駐屯地及び隊員に対する変わらぬご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ、式辞といたします。令和元年7月7日、滝川駐屯地司令、上陸さん、与太郎さんと。